セリーグ監督、藤川球児、44歳、安倍晋之助、45歳、新井貴弘、47歳、三浦大輔、50歳、井上和樹、53歳、高津慎吾、55歳。若返りすぎやろ。一気に若返ったな。高津慎吾が最年長とは。高津ってそんな上なのか、三浦より5歳も上なんてイメージなかったわ。この中で一番地味なのは高津慎吾か。高津って見た目はまあまあ若いよな。高津まだやるんだ。高津はこの罰ゲームみたいな状況でなんで引き受けるんや。まあ村上いなくなるの確定してて今のヤクルト引き受けるやつとかおらんやろ。ヤクルトは本当は宮本にやらせるつもりだったろうけどすぐ逃げやがったからなあいつ。井上だけ誰も知らなそう。井上って誰？中日のイケメンレフト。井上って新庄国母と同い年かよ。あまりにゴリボン。井上って名前は知ってるけど中日ファンからしたらどんな印象なんやろ。巨人でいうと亀井あたりが監督やってる感じなんやろか。もしかしてチュニドラ以外全員名球会か。全員オールスター経験者や。ヘッドコーチ矢野先生来ないかな。投手や捕手ってなかなかええバランス。2016年くらいが一番若かったやろ多分。岡田秋信66歳が老けすぎやった。確かに体調はヤバそう。岡田が年寄りだっただけやろ。藤川が監督采配するイメージできない。大丈夫かな。うまくいかないと癇癪起こすイメージしかない。藤川の元でセットアッパーやるやつは大変やろな。本人もすごいけど同僚がウィリアムスと久保田やったんやろ。こいつらちょっと前までルーキーやったのにいつの間にか監督になっててビビるわ。全員対戦経験ありそう。90年代後半から2000年代にかけて現役やった選手が監督の時代やもんな。みんな現役時代見たことあるからワイも年取ったと感じるわ。実際20から30くらいを率いるならせいぜい50くらいまでのがいいよな。60とか普通の会社やと思う定年やん。昔よりも肉体的にも精神的にも相当な負荷かかるやろうし、還暦超えたら難しいやろな。